次はですす。ね、医療の問題に入っていいいきたいと思います、えーまあ、ナタリアはですねあの、ロシアから日本に来てもう日本十何年かずっといるんですが、えー、CSL に何年か前に、えー、参加してくれてですね、今あい,、まあ、いろいろな研究をやつわけですけどあの、まあ、遺伝子関係の研究をやってきて今今回はですね「不妊治療のこれから」というタイトルで えーまあ、いろいろな技術ができてきて、えー、不妊治療がどう進むのかそれと不妊治療というのは先進工業国で非常に大きな問題になっています。特に、まあ、日本ではあ えー、30代のカップルの30%がなかなか形で不妊治療を受けているという、まあ、事実もありますし、えー、日本だけではなくです、ねえー、先進工業国ではこれが、まあ、一般的な実態にもなってきます、特にまたあの途上国も経済レベルがだんだん上がってくると、こういう問題が、まあ、やっぱり出てくるんじゃないかなというふうに想像します。でまあ、これ今のの現状の不妊治療ははどううあるかという問題だけででなくを 生命を育む生命を生み出すということで新しいパラダイムが生まれてくるという可能性もあるそれをどういうふうに我々が問えるかという非常にコントラバーシャルな彼女は提言をしてくれるというふうに思いますではあなたはお願いしますご紹介ありがとうございます不妊治療をなくしたいことは私の夢です私が15年前に日本に来ました 勉強や研究をしているうちにあっという間に30代後半になりました。さてと子供どうしましょうキャリアを積んだ女性が産みたい時に産めるオプションを作りたいです。この絵が19世紀の終わりに有名なロシアのアーティストワシリー・ポリエノフにより描か,かれました。モスクワ・コーティヤードです。 前の方に子供が4人遊んでいて向こうにお母さんが水の入った重いバケツを馬の方へ運んでいます女性は10代で子供を産み呪郎道と単調な毎日を過ごしていました美しい風景ですが決して生活は楽ではなかったのではないでしょうか私たちはこのような世界に戻ることはできません現代社会では女性が仕事を続け キャリアを積み重ねるために、結婚年齢は年々と遅くなっていきます。それに伴い女性の出産年齢は遅くなる傾向になります。この図は年齢に伴う出産率と自然流産率の変化を表したものです。横軸が女性の年齢を表しています。この図では明らかなように若い年齢から妊娠率が低下し、 自然の流産率が増えます。また、出産年齢の上昇に伴い、誕生する赤ちゃんの染色体の異常が増加します。左のグラフは、女性の年齢に伴う男性の増加を表したものです。40歳を超えると、男性の頻度が急激に増えます。右のグラフは、男性の年齢に伴い、突然変異の数に沿った自閉症 ランチと比べて青春の方は突然変異が4倍速いスピードで蓄積されているので30歳以降から注意をする必要があります。本日は女性中心のお話し,しますがなぜ母親の年齢とともに病気な子供が生まれるのでしょうか これは加齢に伴い卵子が老化するからです赤い赤色のグラフで示したように20歳の頃から卵子の質が徐々に低下していきますさらに卵子は生死と異なり出生後に増えることはできませんそのために青色のグラフで示したように女性は出生時には約100万個の卵子を持っていますが 実際には成熟するのは500個程度で50歳の頃には卵子の働きは完全に失われます卵巣の養成溶積を見ますと35歳とから45歳の40歳の間に卵巣の溶積が2倍から3倍急激に減ることをわかりますなぜ卵子は私たちの 生体細胞と比べてこんなに早く老化するのでしょうかこれは卵子が他の細胞と大きく異なる状態であるからです。体細胞が障害を受けたら新しく幹細胞を作,られ作り直され入れ替われますが卵子の場合は出生時の時期から第一元素分裂の途中で維持されていますので DNA の障害を十分に 修復されない場合は老化します体細胞と卵子の維持には大きな違いがあるので子宮の中で赤ちゃんを育てる能力は比較的に長く続きますが卵子の機能が低下します他人の若い卵子を用いた人工授精では高齢でも出産,する出産することができます実は実践は自己の卵子を用いた妊娠の効率を 点線は他人の若い卵子を用いた人工授精において妊娠の頻度を表しています。現在、日本では出産可能な年齢の1割の夫婦には子どもがいません。その140万組ですが、不妊治療を受けているのは約30万組です。どうして受けていないのでしょうか病院で治療するまで子どもを持ちたいと思わない。 不妊治療はお金かかります。子どもを持つことに対する2人の気持ちが一致しない心配だけどどの病院を受診したらいいのかわからない結局治療を受けている中,中で13万5千組が医者とのアドバイスや人工授精によって妊娠に成功しますそれができなかった5万組から1万5000組が体外受精で成功します なんだかんだだかアシステッドリプロダクションテクノロジーを使って約30%のカップルが子供を授けることができます。体外受精が1978年にロバート・エドワールズ博士によって開発されました。最初の赤ちゃんがルイス・ブラウンが1978年7月25日に生まれました。それから今までは 500, 500万人が生まれました。 現在日本では3%、1つのクラスに1人が体外受精によって生まれています。人類の10万年の歴史を振り返ると、わずか300年までは平均寿命は30歳から40歳程度でした。40歳から子供を作るのは自然の摂理に反しているのでしょうか私はそう思いません。 鍵を握るののは遺伝子の発言制御です私たちの体は200種類以上の異なる細胞からできていてしかし一つ一つの細胞には同じ30億円ついからなる2万5000の遺伝子が持っています。神経や心臓に 心臓のように全く異なる細胞ができるのは転写因子というスイッチが神経や心臓などに特有の遺伝子の上流にある結合部位をオンにしたりオフにしたりその細胞特有の遺伝子を作っています生活習慣によって遺伝子制御を変えることはできますよく知られているのはカロリー制限です猿を用いた長期の実験から カロリー制限によって寿命が延長できることをわかります20%カロリーオフのこの右の方にある目の輝いている若々しい猿が普通の <laughs> 食事をしていている猿と比べて圧倒的に病気が少ないですこの図は細胞内のエモトル情報伝達パスウェイの概略図です 老化を制御しているエムトルパスウェイに p g c 1 α 遺伝子が含まれています。この p g c 1 α をシャットダウン。食事制限でシャットダウンすると、12ヶ月のネズミが、3ヶ月のネズミと同じ数の卵子を作れて、それ以上の受,受精卵を作れます。しかし。 若い年齢でダイ,エットはダイエットは卵子の機能を低下させますが中年になってからダイエットは卵子の老化を抑える働きをしていますアンチエイジングのために遺伝子発現を絶妙に調整することが必要ですそれを生活習慣習慣だけでは行う,行うのは良いなことではありません 細胞を若返らせる若返らせる。最近よく知られている方法は、去年の文章で皆さんもよくご存知の ips 細胞法を用いた方法です。もう一つの方法は資源、生殖細胞から卵子を作る方法です。卵子は？受精後、胚盤法を経て資源生殖細胞から生まれます。その時に。 脱未チル化初期化1が起きてその次に新未チル化初期化2が起きて資源生殖細胞が作られます肺盤胞の細胞に相当する iPS 細胞から資源生殖細胞を分解誘導できれば卵子を作ることができますこの方法は iPS 細胞から体細胞を作るとのは異なり2回初期化が行われるので 質のの高いい iPS 細胞を作れれるのではないかと思われますしかし私が iPS では初期化医師に相当する過程が不完全であることを詳細な iPS 遺伝子発現解析によって検出しましたその初期化抵抗。これを初期化抵抗遺伝子と称しました。 iPS 細胞ではさまざまな遺伝子の異常がありますがその中で起源細胞を持っている老化に関連する細胞の記憶は i p s 法では十分に初期化できず消されきれないようですしかし iPS 細胞から卵子を作る場合には資源再色細胞で初期化2回起こることが起こることでこの問題を克服することができると思われます 細胞にはそれ以外確保そのものが問題原因,原因となり染色体の異常は異変が蓄積されることが報告されています。それが遺伝子の空気数の異常、転筒全変異の生成、エピジェネティクス異常の密があります。この理由が培地の中で iPS 細胞が非常に低い割合で作られているので増殖で選択されるのは 異常を持ったがん化しやすい細胞からであるでは iPS 細胞から卵子を作ることはできるのでしょうか世界ではいくつかの研究グループがこの問題に挑戦していますしかし現状では人工的に卵子を誘導しようとすると途中まで進みますが減数分裂という重要な関門を通過できないで,きない,でいます しかし全て,の全てを人の手で行うのではなくて iPS から資源生殖細胞に誘導した細胞を卵巣に転職すると子孫を残せるようになったという報告がありますこの方法では卵巣の中で何が起きたのか分かりませんしかし一方では元素分裂を通過できない理由も分かってきていますこれからの進展を考えると 大細胞から人工的に受精可能な卵子を作り出せる技術が生み出せるのは,生み出せるのは時間の問題だけです。最近大人の卵巣に資源生殖細胞があることを発見しました。長く信じられた学説が覆されました。マウスの実験では既にこの資源生殖細胞から作った卵子から人工受精によって健康な赤ちゃんが生まれることが報告されています。 またボストンで老化した資源生殖細胞を採集し培養し若いミトコンドリアを注入することで若い卵子を作る技術を開発しようというバイアベンチャーも現れました。どの方法が成功するのか分かりませんけれどもその遠くない将来に今までなかった方法で若い卵子を作り出す技術が生み出せるのでしょう。 不妊の解決に向けてお話したことをまとめますと基本的なことは誰にでもできる食事制限や運動を行って卵子や資源,資源細胞を元気で若々しく維持すること特に女性におすすめなのは精神力を養うヨガとピラトスです遅く子供を見たい方,方に 子育てのために長生きしないとい,ししない,といけないのでその意味も兼ねて体力維持が必要になってきます。体外受精をするなら従来使われている卵子から受精卵を作る大変な治療にかかるのではなく一度のバイオプシー手術で資源生殖細胞を取って冷凍するなりすぐに使う次第卵子へ誘導を行います。 この場合は40代後半50代の女性でも赤ちゃんを産めることができますしかしミノポーズが個人差異が大きいのでなるべく早くその細胞を取って冷凍することがおすすめします現在は凍結するバンクがたくさん存在しています先日人の体細胞核移植で人のクローン細胞ができたという刺激的なニュースが流れました もちろん、クローン人間を作るのは常識に反していることですが、この方法で資源生殖細胞を作ることはできると考えられます。または、会社、社会から出産への温かいアプローチが必要です。現在、体外,受精で体外受精で生まれているのは30人の1人です。今後、通常の体外受精だけではなく、 卵子自体を人工的に作り出すことも始まる可能性があります。これが生殖という考えのパラダイムシフトです。これを我々の幸せにどのように歓迎するのなのか大きな課題が待ち受けています。人がより自由に健康にそして幸せに生きることに少しでも貢献していきたいと思います。ご清聴ありがとうございます。 まあこの生殖医療、一つの革命ということがですね多分起きるんじゃないかなというふうに思います。それは iPS を通じて卵子細胞、精子細胞を作って、そして子どもを作るということは、今はまだできません。マウスで先ほどの,あのサイエンスの論文にあったように、iPS から資源生,物生殖細胞を作って卵巣に戻すと、 ママ、えー、マウウススの子供がこれまだヒーマンじゃないですマウスですす、えー、ただそこで卵巣に戻してますからそこで何が起きてるかはまだわからないわけですね。でそうといっても何,何でそれが何が起きてるかってだんだん分かりつつありますしそれが今うまくいかない理由もだんだん分かってきているのでこれは多分時間の問題なんだと思います。でこれはそれをですねそういうことは不自然だというな議論も当然あると思いますし。 いやそれでも可能性が開けるとそれは可能性であるというふうに考える考え方もありますでこれはやっぱりその大きな議論をしていかなきゃいけないことだと思います技,技術はどちらにしよう多分進むんだろうと思いますこれは止めようと思っても多分止まらない、えー、我々は多分新しい生殖の方法を技術的には多分手に入れることにいずれなるでしょうそしたらその時にそれは一体何を意味するかということは相当議論していく必要があるんじゃないかなというふうに思います。